えー、こんんにちは、えー、吉谷です、えー、松田さん、えー、今回はですね、システムの方、お申し込みありがとうございました。はいまあ、動画の、プロモーションの動画の方でも、えー、結構言ってたと思うんですけれども、まあ設定作業のみですので、えー、設定のマニュアルをしっかり読んでいただいて、えー、設定の方やっていただければなと思います。あとですね 僕の方もからも特典の方すごくありますので、まあ、あのシステムで設定して時間余ったらですねそちらもまあ学習していただければなと思います。で今回のシステムに関してはまだちょっと発表してないんですけど2月の上旬あたりにですねツイッターのシステムこれでも無料でこうバージョンアップでこう入れますのでそれは。 まあ今回アントネストマネーシステムの方でまあブログをまあ量産ブログの記事を勝手にこう自動更新してくれるんですけどえその記事を,記事をですねツイッターのシステムを使ってでえそのまあいっぱい量産した記事のをランダムで抽出してツイッターでボットでつぶやくっていうのができるんですね。 でそうするとその、まあ、記事は自動で更新されてこのツイッターでつぶやくも自動で設定すると自動で更新できあのつぶやけるんですけどでつぶやく内容がこう大量にこう記事がアップロあの更新されるのでもうランダムでいけるんで、まあ、違和感なくつぶやけるっていうでツイッターからのアクセス流動っていうのもこう持ってこれるようになるのであの検索エンジンからとツイッターからのアクセスをこう集めてくるっていう。 バージョンアップです、ね、これはまあプロモーションの中ではちょっと言ってなかったんですけど、まあ、直近で、まあ、僕東京に行った時にですねケン、まあ、ちゃんの方がこれちょっと入れられそうなんで入れますっていうことで言っていただいて、まあ、そちらも2月上旬ぐらいにですね、えー、ツイッターの方も行きますので、まあ、そちらも設定そんなに難しくないと思いますんであの無料のツールで行けるんで、はい、だそれをやっていただいて。 あとはまあ記事コンテンツがこう更新されるまでちょっとお時間かかるので12週間もしくは3週間まあ設定がどれぐらいによるんですけど設定していただいてえそのストックされて23週間ぐらいしたらアクセスとかあと報酬も上がってくると思いますのでそこまではちょっとね我慢が必要なんですけどだから日々ちょっといきなり今日設定していきなりアクセスくるかっていうわけではないので。 まあそこはちょっとストックされる分までちょっと待っていただきたいなというとこです。いろです。と、はいうもう本当に 1, 1ヶ月ぐらいもうや,やればまあ設定ちゃんと毎日やってれば多分大丈夫だと思いますので、はい、あとは本当にですねあの100万200万もしくは1000万とか狙うんであるならば僕の得点の動画とかを見てネットビジネスの,そのどうやってやっていけばいいのかっていうところはまあほとんど得点変装で。 全部いけると思いますので、まあ、具体的なハウツーいろんなハウツーありますのであとは自分がどれいけるかなっていうのをチョイスしてもらって、まあ、実践していただければいいのかなというところですはいあと挫折するポイントっていうのは多分あんまりないと思うんですよねシステムに関してはシステムに関してはまあ設定ですからただそこの設定で挫折しないようにですねまあ挫折した人が今まで一応いないので大丈夫だと思いますけど まあもし何か分からないことがあればカスタマーあの事務局宛てにです、ね、ご連絡いただければ対応しますのでよろしくお願いいたします。はい、今回はですねシステムの方を購入していただきありがとうございますこれからよろししくお願いいたします。